猛虎国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ！よく聞け、腕に覚えのものあらば入れよ。なだチム2だ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。叫ぶよ。さあかかれ、ただし島を守れ。かかれ。あだちゅうすぐじゃなき。死に変えても前進せねばなるまいぞ。ここまでのようです。助けてくれ。なるものか、者ども続け。猛虎どもの新手だ、切り捨て。Yeah!
我らのみ。残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。いたぞ、あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。何してここへ。武具はない、食料のみ。誰かが俺を見てくれた。ここを離れねば。
もう子供。誰かが俺をかくまってくれた。その者がたちも。誰が歯を研いでおった武士か。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほど止めねえ。止めを出せ。少しならあるから持って行って。言うなってな。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。かがんで。どうする。こっち。待って。どうしてこんなことするの。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の。知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所は分かるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下部身を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。
叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。何が何って、あいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。早く。万兵だ。屋根に登るしかない。屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。調べよ。太刀さえあれば。家の中に隠したのかもね。どこかにあるはず。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。
刃を操るには何よりもまずその心を沈めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよ。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよ。よし、陣、撃ってこい。よろしい。さように戦えれば痣をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその痣をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし、では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。はて、うまいぞ、ジン。手を挙げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、
勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは？それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not there, samurai. にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。クレーンたちも取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。
馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。世を守る闇。城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を辱め武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。お主はここで待っておれ。殿を返してもらうぞ。そう、ガルチンサラクラークエン。志村殿を返してもらうぞ。志村殿を返してもらうぞ。志村殿を返してもらうぞ。Ugh!
そう申したであろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
かってこい。コレクシナムコンギョン。おお。聞いておるぞ、坂井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。陣。さあどうする、坂井陣。そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、
お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かったユリ。坂井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。
動けって。頼むから。ユナ。ユナ。ジェン、どうだった？志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、返り討ちに遭うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。